えぐいアップで入ってる。何どれ。え、使用可能スキルが4個から8個になりってのがある。いやもうそれはね、すいません、そこに関しては私先輩です。ちょっと待って、俺がやってた時4つだったって。いや4つを組み合わせてやってたんでしょ。やってた。あのなんか、ね、ちょうどクールタイムが終わるようにそこを切り替えれるようになってる、うん、あーなるほど、すげえ。完全に教えてやろうぐらいの気持ちでやってたらまさかの先輩かよ。以上41レベルです。一応41レベルね。以上41レベルです。ちょ、フレンドってどうやってやるんだこれ。友達いなかったの。フレンド自分のパーティー作ってやってたっすね、ずっと。あーなるほどね。そう、まあ一回じゃあパーティー組むっすか。組み方が、ね、組み方が本当に。あと12月ね、家庭用ゲーム機でもできるようになったんで。知ってますか、アリケンさん。いいえ、知りませんでした。プレステ5と XBOX でもできますからね。皆さんぜひやってみてください。さあどれだ、釈迦さん。あ、いたいたいた。え、女の子っすか、やっぱ。俺、女キャラしか選ばないから。おー、俺もっす。かっこよくないっすか、この装備。俺頑張って作ったんですよ、これ。何それ、蜂の羽みたいなのついてない。そう、めっちゃ課金して作ったんす、これ。ちょっと、それ、馬ちょうだい。この馬、俺マジで死ぬほど引いたんで、6体ぐらい持ってるんですよ、あまり。え、これ、あげるとかできるっけ、みんな。倉庫のは無理だって。あー無理なんだ。フレンドになって時間が経ったらいけるって。あー、うわマジかよ。そういう系だ。歩いてもらいます、君には。今日一日歩いてもらいます。あ、そっか、ライドモンスターも。あ、えつかそれさ、2つで乗れないの。2ケツできないの。多分乗れない。乗れないね。うわー、徒歩だ今日。あ、思い出した、このゲーム、魚釣り、はい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 、結構おもろいらしくて。なんか河川さんが死ぬほどやったって聞いたけど。魚にしません、じゃあ。魚にするか。魚、なんかでかさがあって、魚にも一応この次の企画案みたいので35センチ以上の魚を釣って撮影みたいのが一応あります。35センチ以上の魚。そう、じゃあ40センチにしたい。え、40センチってどんぐらいなんかな、むずいんかな。ちょっと一応コメントで聞こう、それどんくらい出ないか。あ、なんか40センチは簡単すぎらしい。あ、そうなんだ。カツオはいいらしいよ。カツオ、いや、いいっていうかカツオはマジでやばいらしい。ちょうどいい感じぐらいのないんかな。なんかカツオより優しいやつないのかな。アンコウ、アンコウらしい。アンコウ分かんないんだよな、魚釣り。カツオはマジで3日かかるらしい。そんなかかんの、カツオって。うん、やば。つかちょっと釣りやんね。確かにやりたい、ちょっと。え、でも魚釣りおもろいって聞くっすけどね、このゲームハマっちゃうみたいな。ほら釣ってる人いるもん、もう今。で、俺たちが30分やって一番釣り釣らなかったの。そう、出なかったやつを指定しよう。そのカツオはまあ一旦置いといた。あ、つか俺たちが30分やってさ、うん、俺たちより大きいやつ指定したらいいんじゃない。あ、確かに。これどうやってやるの、リールを巻く。あ、すごい、おもろい。魚の動きに合わせて A と D で竿の向きを変えなきゃいけない。あー、ちゃんとテンション張んないとダメなんか。ある。あ、じゃあ逃げられた。俺たちがカツオ出たらカツオにしようぜ。やばい、釣り堀にいっぱい人が集まってきた。百姓号2人。え、カツオ100匹釣ってるってこと。カツオ100匹釣ってるやつが2人いるってこと。チームカツオ数600以上だって。じゃあガチで行かれたチームあります。魚釣りチームおるって。右に行ったら竿を右に倒す。テンションが点滅しちゃダメなのか。 OK、 釣れた。え、早っ。俺1匹も釣れてない。小味、あれ、まだ1匹も釣れませんか。ちょっと待って、1匹も釣れない。あれ、魚が寄ってこない。で、引いて離して、引いて離してみたいなのを、引いて離して、ちょっと魚が動いてないタイミングでやる。はいはいはい。あ、釣れた、ほんとだ。なるほどね。アステルハマジ、アマジ、マジ、 あ、違う、アジ。ハマジやめて。アステルハマジやめて。なるほどね、こうやって釣るのか。ハマジ釣るな。アステルアジだった。やばい、もう雰囲気だけで読んでる俺。もうね、それ京ちゃんと一緒よ。お、カサゴだ。え、でも29センチだ。全然ちっちゃい。カサゴはでも多分ね、ちょっとレアっぽいね。へえ。今のところちょいレアぐらい、多分あのノーマルレアぐらい。いや、言うてこいつ結構粘ってるな。釣れた。お、でかっ。え、何、アンコウ釣れた。
62センチでけえマンコ62でかすげえ。でもめっちゃむずい。でかいのじゃあ60センチにしようか、うん、60センチでじゃあカツオどんだけむずいのこれ。ちょっと嬉しいな、いいの釣れると。俺未だに戦ってますえカツオじゃないですか。じゃあワンチャン OK。 なんやアンコウだ。おお51センチ。え、じゃあさっきの俺のでかかったんだアンコウ。え、アンコウ60センチだった。 62.5 でしたね。でかっ60センチ以上の魚おわカツオどうだ。おお、アンコウ釣れた。おお46センチ。いいね。2匹目アンコウいけるな。良さそうだな。アンコウ50以上じゃないですか。アンコウ50以上かな。てか50以上。あ、まあ50センチ以上の魚ね。50センチ以上。40は割と出る。やべえ、おもれえ。普通におもれえ釣れまたカサゴだ。もうカサゴダメだな。カサゴ本当に味ぐらいになってきた。アンコウかカツオだやっぱ。ちょっとこいつでかいかも。あ、こいつでかいこいつでかいしかもくさばれる。違う、明らかに違う。カツオか。生きがいい、若いこいつ。いやでもな、意外とすぐ手前に来るんだよな。カツオってどんな手応えなんだろう。ね、マジ気になるよな。ね、気になる。明確な難易度を感じるえ、まださっきのやつ。おうん。え、来い。カツオじゃね、ワンちゃん。でかっ、なにこれ。アンコ75センチ。でかっ、でかっ75。かっ、だって俺の頭から太ももぐらいまである。ちょっとそれ見えないの、こっちから。これ見えないから。今俺まだ担いでるよ。どこいる、どこいる。釈迦さんどれ。ちょっと待って、多すぎ。釣り堀、いた。麦わら帽子かぶってめちゃくちゃでかいんだけど。え、マジででかい。てかダメだ、一回席立ったらもう全部定員に達してるもう満員です、この釣り堀。えぐい、空前の釣り堀ブーム来てる。もう順番待ちしてるもん。できている。すげえ。一応時間ではありますけどねいい、でもめっちゃいいっすよ今。めっちゃブルプロっぽい。これみんな同じとこにいて同じことやってんの。フグ釣ってる人いる。すげえ。フグ釣れなかったな。フグ釣れない ね、 ね。え、ちょっと待って、カツオ出てるかも。え、カツオ出てる。どれどれどれ。これ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 、このこう反対側、さっきとジャンプしてる。え、ほんとだ。え、カツオこんななんか見た目グロいな。うわ、俺今釣りやめんかったら俺釣ってた絶対。うわ、取られた。いや、そんなパチンコ台みたいな理論マジかよ。で、カツオ釣りて。そんで2月28日に新ストーリーが追加される大型アップデートがあるらしいです。でもそもそも冒険者数100万人いったらしいです。ブループロトコル。あ、そう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 。そう、その記念でね。そうで、今キャンペーン中でログインしたらいろいろお得ななんか当たるらしいので、皆さんこれを機にぜひ。カツオ釣ったらツイッターにリプください。じゃあ一回終わりますか。はい、終わりましょう。はい、それではお疲れ様です。お疲れ様です。